どうも、出版プロデューサーの西浦浩二です。こういった本をプロデュースしております。今回のテーマは小説を出版する方法です。出版のご相談いただく中にはですね、小説を出版したいんですっていう方がですね、一定数いらっしゃいます。小説の出版ルートって、もう主に3パターンあるかなというふうに考えていて、小説を出したいとおっしゃる方には、その3つをね、アドバイスさせていただいてるんですね。基本的に小説って、特殊な才能がなければ書けないじゃないですか。事実そうなんですけど、それでもできれば書いてみたいという気持ちも、まあ、わからなくはないんですよね。なので、今回は3つの小説出版ルートの解説、さらにそれぞれの難易度なんかもお話しします。小説とか物語に興味がある方はぜひご覧ください。難易度中、小説型実用書。まず最も現実味のある方法、それは小説型実用書です。そんな用語はないんですけど、今便宜上そういう風に言ってます。つまり純粋な小説ではなく、小説風に書いた実用書ですね。というのも、まあ、実用書とか一般書の王道として難しいものを分かりやすくというものがあります。会計とか、 なんか国際経済ニュースとか、難しそう、めんどくさいけど分かってた方がいいんだろうなというものをいかに分かりやすく提供できるかが問われるジャンルです。例えば昔はタイトルに猿でも分かるって入ってたりして、とにかく簡単さを PR していました。その流れとして小説や漫画仕立てにして、読みやすさ、分かりやすさを追求する作品が増えてきたんです。この企画ですと、小説家じゃなくても小説や漫画的な本が書けます。3つのルートの中では難易度が中で、我々一般人にとっては最もありな方法だと思います。ただありとは言いつつも、いわゆる普通の一般書実用書を書くよりは難易度が高いと思っていてください。なぜかというと、この小説型実用書の場合、著者に大きく2つのものが求められるからです。1、そのテーマの実績。2、物語を書く力。まず1つ目の実績なんですが、一般書や実用書と同様に、そのテーマにおける実績が求められます。例えば女子大生会計士の事件簿、こちらは沢田系はなぜ潰れないのかで有名な山田真也先生の著作です。この企画では著者が会計士の先生であるという実績、信頼を担保しています。小説なのに実績が必要なのって思われるかもしれませんが、これ特にその珍しい話ではなくて、元警察官の方が刑事物の小説書いておられたり、元記者が経済小説書いたり、お医者様が医療系の小説書いたりとか、元ホニャララっていう過去の人脈や経験が作品のオリジナリティを生み出すってことは結構多いです。作家の立花明先生もマネーロンダリングという小説を書かれてるんですけど、あとまあ有名なのは新書の言ってはいけない残酷すぎる真実などがあるんですが、やっぱり海外投資のプロなんですよね。一躍有名になったのも、お金持ちになれる黄金の羽の拾い方という投資本がきっかけですし、やはり小説部分以前に専門知識があるかどうかを証明する必要があります。このあたりは実用書や一般書と作り方は同じです。2つ目が物語を書く力。これは小説仕立て、小説風にする以上必要な能力です。特にその小説型実用書ですと、担当編集者さんは普段ですね、実用書とか一般書を作っている方になります。つまり文芸編集者じゃないんですよ。基本的に小説の編集を専門にしている方たちではないので、作家が自分でキャラクター作りからストーリーライティングまでできないといけません。この辺はかなりその難しくてですね、書ける人は書けちゃうんですけど、例えば以前この小説型実用書の企画一回通りましたけど、小説風にして書けない人もいる。書けないとやっぱりじゃあこの企画なしでなっちゃうので、この辺はかなりね、難しいですね。ちなみに書けた方も練習さんで手入れたというか、半分ぐらい僕書いてた、半分にすぎかな、でも3分の1ぐらい書いてた気がするので、書いたというか削ってここに入れて、ここを寄せに行きましょうとか、ここ矛盾してますよとか、一回ちょっと外見る描写入れた方がいいですよとか、フォローはしてたんですけど、まあ、なかなか小説風実用書であっても書くのは難しいなっていう話です。難易度高、新人賞に応募。さて、先ほど紹介した小説型実用書では満足できない、自分は純粋に小説を書きたい、小説家になりたい、そういう方はですね、もう各社の新人賞に応募するのがいいです。というよりこれがまあ王道で、この道は広くですね、全ての人に開かれてるんですよ。本当の小説家になりたいっていう人が、この開かれた道に挑戦しないで別のルートを探すっていうのはあんまり良くないと思います。そこはあくまで挑戦しながら別のルートも可能性として探すっていうぐらいだったらいいと思うんですけどね。というのも、その以前文芸編集の方と飲んでた時に、飲み屋さんとかで文芸編集やってるんですって話をすると、そのお店のスタッフの方とかに、私実は小説書いてて見てくださいって言われたりすることを
多いんですって。それがまあ正直すごく嫌らしいんですよ。それこそね、その賞を応募できるんだからそっちに出してくれよと。なのでそういうふうに思われる方がいるわけだし、門戸が開かれてるわけだから、まずはその門を叩いた方がいいですよね。さらにいわゆるその文芸版元の新人賞だけじゃなくてですね、コミック版元のストーリー部門とかシナリオ部門、投稿サイトのコンテストなど、新人賞のルートも結構多岐にわたります。ぜひね、いろいろ調べてみてください。やっぱり普段から自分が読んでる小説とか漫画とかが掲載されている投稿サイトとか雑誌とかというところを見るのがね、どういう作品が評価されているかっていうのも自分は感覚的にわかると思うのでおすすめです。やっぱりね、書く人はね、読んでる人なんですよ。ただ一つだけちょっとご注意を。この動画の実は台本を書いた後でもコメントでご相談があったんですが、応募してですね、大賞を取るまでにはなかったけれども、ある程度入選はしたと。でなかなか面白い作品なので開講して出版しませんかって言ってくれたんだけども、話聞いていくと結局こっちが著者さんがお金払わなきゃいけないっていう話になっていると。これはもちろん新人賞として対象の方は本当に探してるんですけども、それと同時に新人賞のふりをしたマーケティングでして、自費出版のお客さんを探してるんですよね。ここでのお金出したら出せるよっていうのは新人賞と意味が違ってくるので、こういう話はちょっとね気をつけてください。作品を得られるとね、そう嬉しいし、ちょっと信頼しちゃうので、結構ずるいマーケティングだなと僕は思うんで、その辺はスパッとか、これはマーケティングされてるなっていう風に思うって冷静になってもらった方がいいです。難易度低 POD。 さてこれら2つも嫌だけど、まあ小説は出版してみたい、むしろとりあえず書いた小説が本になればそれでいいんですよと。あんまりこだわらないよっていう方にはですね、最も難易度が低い POD をお勧めしています。プリントオンデマンドです。これは何かというとですね、通常の出版っていうのが最初に数千冊作って在庫を持ってですね販売するビジネスモデルなのに対して、注文が入った分だけ印刷しようよっていう新しいビジネスモデルです。まあ、その分その通常の出版より正直原価率上がっちゃうので利益出にくいですし、質もあんまり良くはないですよね。完成品としてのカバーとか表紙の質とかもプロが作った出版物に比べるとどうかなって感じになるんだけれども、素人がコピーしてホッチキスで止めるだけよりは全然物としてはいいものが増えてきているよっていう感じです。しかもですね、今はの Amazon さんで個人でも POD が可能になってるんですね。つまり完全お手製で自費出版でできるんです。感覚的には同人誌に近いけれども、多分同人誌より簡単だと思います。印刷会社さんとのね交渉とかもないですし、まあ、やっぱりその在庫を持たないからリスクも低いですしね。昔は自費出版やるにしても数百万とかかかってましたけど、この方法だったら実質無料なんですよ。まあデザインだけデザイナーさんとかに頼むとしてもデザイン費用だけなんで、あとは基本売れた分だけ作るので、制作費は販売額の中でカバーできますから。おすすめはやっぱりネクパブ大札プレスさんでしょうか。素人でも簡単にできるように設計されてますから、一度ご自分に合いそうなところをお調べになってください。さて、主な3つのルートでご紹介しましたが、やっぱり一番現実的なのは1つ目の小説型実用書かなっていうふうに思います。POD だとやっぱりね、出版社から出版するっていうのとちょっとイメージ違いますからね。さらに言うと、僕らみたいなプロデューサーや出版塾さんがお役立ちできるのも、このジャンル、この方法かなと思います。ですので、西浦にこの小説の出版をご相談いただく場合というのは、小説型実用書のイメージでご相談いただけると、僕も何がしかお役立てるかなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらもう一本見ていってください。セミナー、対面相談、プロデュースは概要欄から。